パテルナは、スペイン・バレンシア州バレンシア県のムニシピ。州都バレンシアの北西約 5km、トゥリア川左岸にある。パテルナに人が定住していた最古の痕跡は、新石器時代と青銅器時代に遡る。イベリア人も防衛用の壁や住居の壁跡から定住が確認されている。ウアレンティア、エデタ、サグントゥムで記された文献で、ローマ人の到来が示されている。パテルナとは、ラテン語のパトアーネス、または財産の社会的及び法的地位に言及した、父に属するに由来する。パテルナ市内にはマサマグレーへ延びる水道橋の跡がある。イスラム支配時代、パテルナには陶器製造のほか農業が盛んに行われていた。アラブ人たちの灌漑技術が導入され、農地では米やオレンジを栽培していた。1237年4月、パテルナ住民は平和にアラゴン王ジャウマ一世を入城させた。17世紀のモリスコ追放はパテルナ経済を減速させ、人口の急激な減少を招いた。アンシャンレジーム時代、パテルナに積もり積もっていた政治的、社会的状況の悪化はさらに進んだ。1769年富国の王令では、マラリアの発生を防ぐため米栽培が禁止された。19世紀は農業が復活し、1866年には水道が敷設され、1881年には新しい市庁舎ができ、1888年には蒸気鉄道が敷かれた。人口統計の上では、パテルナへの住民移動が見られた。バレンシアの中流階級のコテージや民家建設、防衛軍の兵舎建設が挙げられる。ありがとうございます。